まあ、JR は別に指定、じゃあその要は時間を守れるだけですっていうのであれば、別になんかじゃあ運転士みたいな仕事って20代でも運転士をやる人がいるわけじゃないですか。で、じゃあ50代でも運転士やってますと。で、同じように時間を守る仕事ですっていうので、じゃあ年収3倍つくかっていうとつかないわけじゃないですか。要はその20代でできるような仕事を30年やって50代になってましたっていうだけなので、なのでその時間通りにできますっていうのは、まあそのなんかその100メートルを9秒8で走りますっていうのを時間通りというのであれば、それはすごいと思うんですよ。他にそんな速さで走る人いないからね。でも基本的にはその時間に間に合わせるっていうのって、その誰がやってもそれなりに間に合わせられるよねっていうのを、こうじゃあ早く来ればとか時間間に合わせればいいよねっていう話になっちゃうんですよね。で、じゃあ新幹線がその1分も遅刻遅れないですごいよね日本っていうのは、確かにすごいんですよ。多分世界で一番その速さと時間の正確さでいくと、多分新幹線を超えるものはないと思うんですけど、ただそこまでのそのなんか時間かっちりさせることで、じゃあ新幹線めちゃめちゃ高い値段取れるかっていうと取れないんですよ。なのですごい頑張って時間に合わせるっていうのをやってたので、 JR の職員さんたちはめちゃめちゃ頑張ってると思うんですよ。でもその分じゃあすごい高い金額取れるかっていうとそうでもなくて、他の国の高速鉄道ってめっちゃ遅れたりするんですけど、他の国の高速鉄道の乗員の方が給料高かったりすること多いんですよね。前にもちらっと言ったかもしれないですけど、フランスにTGV っていう新幹線みたいなやつがあるんですけど、まあよく止まるわ、ストーするわっていうので、職員みんな働かないみたいなのがあるんですけど、でも50歳ぐらいで引退して、でその引退当時が800万円ぐらいの年収もらえて、で引退してから死ぬまで引退時の6割かな、だから480万円ぐらいずっともらえるんですよね、年金として50代で引退してっていうぐらいお金がもらえるような仕事だったりするんですよ。っていうのもあるので、その外国って結構適当でもちゃんと回ってるんですけど、でもなんか日本ってその日本基準で合わせがちだったりするので、なのでなんかこういかにその交換可能な人にならないかっていうのが大事な気がするんですけど、で今回を望んで使い捨てになる人たちっていうタイトルにしたんですけど、お止まった？